はい、皆さんここでお知らせがあります。はい、リンゴルフオープンなんですけども、うん、2回目以降10月15日の太平洋クラブ市原コースと11月27のイーストウッドカントリークラブ、うん、12月15日のゴルフ5、うん、カントリーサニーフィールドのこの、はい、今年の残り3回のリンゴルオープンについてなんですけど、うんうん、残念ながら中止とさせていただくことになりました。まあ、ちょっとねコロナがやっぱりなかなか落ち着かないっていうのもあるので、うんうん、そうですね、1回目もちょっと、うん、なんかこうとりあえずやって しまったではないけど、うん、開会式もできなかったり、うん、そうそう、写真撮影もできなかったり、うん、なんかこうイベント感ゼロ。そうだね、ちょっとなんか、うん、これはやる意味があるのかなっていう、うんうんうん、はい、感じでしたね、はい、っていうのもあるので、はい、今年は残り3回一応予定してたんですけど、はい、中止となりました、はい、で来年以降もですね、まあ、コロナの対策がどれぐらいできるかによって、うん、また開催等を考えたいと思っています、ね、うん、はい、まあ、ちょっと動画の方の制作に力を入れて、うん、はい、いきたいと思います。はい、はい、そうしましょう、はい、そうしましょう。はい、以上お知らせでした。はい、また感謝するときはよろしくお願いします。お願いします。はい、おはようございます。おはようございます。じゅんです。ゆっこです。はい、今回は、はい、ゴルフ女子発掘企画、うん、第3弾、はい、第3弾なんですけど、うんうん、もう発掘とかいうレベルではございません。今回ちょっと知ってる人多いんじゃないんですかね、うん、もうもはや有名で美人のゴルファー2人、はい、2人も呼んじゃってます。呼んじゃってます。すごい、今日は私たちも楽しみにしているんですけど、うん、まあ、早速呼んでいきたいなと思います。はい、どうぞどうぞどうぞ。自己紹介、自己紹介お願いします。はい、はじめまして、南千夏です。よろしくお願いします。お願いします。あ、早かった。はじめまして、中里さやかです。よろしくお願いします。お願いします。もうチナッティはもうモデルさんで、うん、インスタグラムも何万人、はい、8.9。 おー、8.9 万。背も高くて、スタイルも良くて、うん、美人っていうね。後で振り込めばいいですか。お金くれるの。やった、500円。ワンコイン制ね。チャリティー。さやかちゃんはもうゴルフもすごい上手で、雑誌とかいろいろメディアにも出てる、うん、はい、もう美人ゴルファー。私も後で振り込んできます。500円、ありがとうございます。さやかちゃんはね、ご存知の方も多いと思うんですけど、うん、あのプロゴルファーの中里幸之助くんのお姉さんです、うん、はい、お姉さんです、うん、妹じゃございません。え、よく妹ってやっぱ言われる。言われますね。妹っぽいかも。妹っぽいもんね、うん、なんか、うんうんうん、姉として皆さん覚えてください。かわいい。今日は千葉県の東洋カントリークラブに来ております。はい、はい、で今日はちょっとあのオーナーの方も来ていらっしゃるので登場してもらいましょう。はい。よろしくお願いします。東洋カントリークラブオーナーの山本と申します。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。今日はあの基本撮影は許可してないんですけど、うん、リンゴさんのお願いということで、うん、許可させていただきました。素晴らしい。ありがとうございます。東洋カントリークラブ、あの女性に結構人気で、距離が短いんで、スコア、ベストスコアも結構出ると思うので。なるほど。今日はベストスコア狙って楽しんでください、はい、お、ありがとうございます。そういう感じでいっちゃう。まあ、都内からもすごい近いし ね見やすいですよね、はい、うん、1時間から1時間10分ぐらいです、うん、はい、石原つるま多いです。つ、はい、ありがとうございます。じゃあ早速、はい、ラウンドしていきたいと思います。よろしくお願いします。ここはそんな変わらないんだ。ここは、うん、先は変わる。さやかちゃんは基本青で回ってるの、いつも。あ、違いますよ、白が多い。白が多い、うん、どうする。じゃあ、じゃあみんなで青からベスト出ない。青青が初めてだから絶対ベストなんだけど、どうしよう。あ、青で6000弱だってよ。本当ですか。白にする。白でなんかいいスコア出したい。出すとか OK、うん、じゃあ白 T から、うん、
いいスコア。ジナティどうする？赤でやる。私でも一緒の方がスムーズだよね。うん、で、あの100切ったことないから白で。あ、全然頑張れるように。うんうん、頑張り。じゃあ白 T から頑張るってことで。はい。T から頑張る。頑張る。はい。行きましょう。はい。はい。4780。はい。はい。ナンバーファイブ。じゃあよろしくお願いします。はい。お願いします。左ドッグレッグです。左っぽいね。ナイス。あ、ちょっとこっくりけど、オッケーオッケー。おお、おお、いいじゃん。落ちた落ちた。じゃあ、ツナティどうぞ。え、左に曲がってるんだっけ。そう。多分あの、本当にカート道のところでいいと思う。カート道ね。お願いします。ナイスナイミキー。大丈夫、大丈夫。ナイス、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。やばこれ左向いてる？あ、少し。うん。オッケー。オッケー。次。いいです。ありがとうございます。リス。なんでそんな赤いって完璧になってるの？全然振ってない。振ってない。左ドッグかなり。結構怖いね。7番ウッドで。はい。なんとなく。そうだね。あの山をこういう感じ？うん。あの山に打っちゃって平気だと思う。怖いね。あ、はい。まっすぐ行ってた。起き上がった。まあ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 。うん。とりあえずヘアウェイ。もうちょっと急に雨が降ってきちゃいました。ナイスショー。おー、完璧。完璧だよ。バンカー大丈夫かな。バンカーある？あるの。でも大丈夫じゃない。お、さやかちゃんはアイアン。はい、バンカー東から、うん、叩きたくないんでバンカーは避けて。バンカーどこにあるの？手前にあるらしいんですよ。ナイショー。今何番アイアン？今7番アイアン。7番でーす。天気雨がすごいです。ね、やまないね。5番ウッドで。5番ウッド。まだありました全然。だいぶ180ぐらい。160？ 180？180。 そう、ここ横で200。 OK。 ただ、傾斜が強いからウッド不安。そうね。ナイス。うん。5枚。去年だ。すごいカラフルなヘッドカバー。ウェアって言われるかと思って。ウェアもカラフルだけど。ヘッドカバーもすごい。雨の音でさ、全然声
聞こえないかもしれない。ボタボタすごいもん。そうだよね。何ヤード？今では180なの。結構あるね。あるから、しかも右なんかよく見えないからさ、ピンの。そうね。怖いから、とりあえず UFO で。ピンはここです。ナイス。でも、ね、届かない距離です。あ、なんか跳ねた。あれ？あ、乗ったんじゃない？ナイスだって、やった。めっちゃ跳ねたし、めっちゃ跳ねたの取れてる。ラッキー。やったー、ラッキーと。残りは130なんですけど、30。ちょっと雨も降ってて暑いなんで、3カラット大きいのですが、はい。ちょっと大きめに。はい、6番アイアン。戻れ、戻れ。大丈夫だね。大丈夫かな。雨がすごいです。雨がすごいの。そう、音が取れない。取れないですか。自転車いいとこだ ね。80ヤード。ええ何ヤード。80ヤード聞こえないでしょ。ピッチング80ピッチング。傘の音で聞こえ、雨の音で聞こえない。聞こえないの。フォローだね。うまい。まい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 。おー、ストップ。おー、ナイスー。うん、まあまあ。オッケーオッケー。58度で。はい、58度で。すんごい傾斜。あはははは。上手すぎた。上手すぎた。上がっちゃった。アプローチになっちゃった。ふわっと。ちょっと待って。ヤシの木が。ね。超えたいって思ったんだけど、これさ、うん、下に落とした方がいいのかな。あー、どう思う。いやでも、や、でもここからだとヤシの木超え、あー、どうだろう。ね、下から行こうかな。まさかの、ヤシの木がこんな邪魔になるとは。多分、みんな邪魔にならない場所にあるのに。大丈夫だよ。どうする、超える。当たったら当たっただろ。チャレンジ、チャレンジね。あー、うまい。いけ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 。オッケー。あ、でも結果、結果、うん、よかった。お、お、惜しい。惜しい。ナイスパー。ナイス。そうですか。うまい。うまい。ナイスティップイン。つまらイエーイ。すごい、来た来たね。初めてのチップイン。初めて初めて。え、うまい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 。おー、すごい、すごい、まさかの。すごい今のチナッチ。ゆっこさん何メートルですか。え、何メートルですか。何メートルだろう。3 4もっとある。3メートルバーディーパット。4メートルぐらいか。 3.5。 重たいかな。うん、あー、惜しい。弱しい。ナイスです。あざます。でさん、バーディーパットです。あー、長いな、でも。いやー、切れたー。切れた。オッケー。ありがとうございます。パーです。はい。オッケー。ありがとうございます。さすが慣れてますね、撮影に。めんどくさいな。ね。うん、ナイスキッピンでした。ありがとうございます。え、嬉しい。もうこれだけに見る。次もお願いします。はい、頑張ります。あ、ちょっとアップきついんで、このさやかちゃんのボールです。スリックさんのこれは何ですか。 X2
です。え、ステップ飛ぶ？飛びます。飛ぶんだ。いいな。飛ばしたいよね、やっぱりね。うん、手が汚い。はい、すごい難しいよね、やっぱ見た目がね。打ち下ろしがすごいよ。打ち下ろしにて130。私は6番ユーティリティング。すごい斜めに打ってる気分になります。だいぶね。これかな。うん。はい、あー、ちょっと左だわ。はぁ、あ。乗った乗った。多分柔らかい。さやかちゃんは何番？7番やね。7番や。よいしょ。よいしょ。ちょっと待って、右怖くて打てないんだよね。右怖くて打てないんだよね。あ、すごい。さん、すごい止まる。そうです、柔らかいんのかも。うん、すごい柔らかいですね。うん、私も7番アイアンですね。はい。うん。いいんだね。結構右に切ってあってね。攻めたいけど多分攻めらんないだろう。そうなんだよね。やばい！お、あ、でも？でも、でも、でも。あ、え、どこ？あ、でもありそうだけど。わかんない。落ちたかもしれない。新事件。全然カスカスだった。まあまあ、いいんですよ、別に。よし。今、さやかちゃんに教えてもらったので、うん、こっちからあっちに行きます。おい。右が狭いから。うん。ちなみに、それは5番 UTT。UTT5 番しか持ってなくて、うん、なんか、振り幅で変えてます。おー、うんうんうん、ナイショー、ナイショー、大丈夫かな、ナイショー、あ、大きいか、あ、あ、ちょっと、あ、ん、え、え、ちょうど綺麗に見えない、あるんだよ、ある、あります、うん、ちょっと奥、ちょっと奥かも、ちょっと大きかったかも、かでも、でも、うん、オッケー、池に落ちて、池というか橋、谷、落ちちゃった、落ちちゃったんで、うん、これ3打目なのかな、そんなね、うん、大橋で打ちます、おー。あ、止まっちゃう。あ、やっぱ柔らかいかな。なぁ、結構打ったつもりなんだけどな。そうね。柔らかいね。うん、柔らかい。また9番でいきます。9番。はい。よし。うまい。上手い。うまい。嬉しい。ナイス。ナイスです。ウェッジだとシャンクが出るということで。そうなんです。最近は9番アイアンでアプローチ。ただね、あの、芯を捉えやすいって聞いて。そう、で、本当にシャンクが止まんないで、もうあっち行っちゃうから、もう、あ、なんていうんですか、確実に確実に。もう完璧です。ありがとうございます。嬉しい。さやかちゃんのボール埋まってる。埋まってます。埋まってます。あれ、これってライ改善にはならないですよね。大丈夫だと思います。さすがにそれ改善できなかったら。おー、すごい。おー、うまい。ナイス。ナイスです。ありがとうございます。うまい。ありがとうございます。重そう。うん。重いね、うん、重いですね、ナイスね、ナイスだよ、重い。4打目、おお、しっかり打った、はいはい、惜しい、打てなかった、ナイス、ダボです、オッケー、惜しい。